はい、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日は神プロ4号前田さん、お年前つけたるべの表紙、アレクサンダー大塚選手。アレクサンダー大塚のインタビュー。この神プロがですね、1997年7月15日号、神プロ4号。アレク選手のインタビューが、1997年5月22日、場所がバカ会社事務所にて、バカ会社事務所で記載されておりまして、でまず、この、はい、アレクサンダー大塚選手の、はい、これバカ会社。アレクサンダー大塚選手の所属団体が、はい、格闘探偵団バトラーズです、はい、この格闘探偵団バトラーズをご説明いただくこと可能でしょうか。神プロの古くからの友人の方に、神プロの古くからの友人だった編集長、神プロ編集長の古くからの友人の方にという設定でやらさせていただいてますけれども、はい、格闘探偵団バトラーズっていうのはその前身が、はい、プロフェッショナルレスリング藤原組です。ああ、なるほど、はい、でこの藤原組から、はい、船木選手、鈴木選手が抜け、うん、でそして藤原選手もを除いた、うん、組長を除いた12名で旗揚げされたのが格闘探偵団バトラーズ。ほうほうほう。じゃあちょっとごめんなさいね、このルーツをたどると、はい、新生 UWF が3つに、はい、ユインタリングズ藤原組って分かりまして、はい、プロフェッショナルレスリング藤原組かな、はい、でそこから藤原組から、うん、藤原さんが抜けて、はい、船木さん、鈴木さんも抜けて、はい、で残っ、まあ、藤原組長は残ってましたよね、藤原組というのは。はいはいはい、で船木選手、鈴木選手が抜けて、抜けてファンクラスを立ち上げ、はいはい、藤原組も2つになり、はい、で藤原組の残った藤原組組長を除いた、まあ、藤原組長と、まあ、石川祐希ほか何名か所属選手がいたんですけれども、はいはい、まあ、スポンサーから所属選手の大幅なリストラの提示があったわけですよ、うん、それは藤原組と、はい、藤原組に対して、はい、でそれに反発した、うん、所属選手全員が、うん、組長以外の全員が対談して作られたのが格闘探偵団バトラーズ。だから組長一人が残ったという、あーはーはーはー、一人藤原組になったっていうことだったと記憶してますけど、もし間違ってたらすみません。ただまあ友好関係ではあったんですよ、藤原組長とその所属選手、うんうん、抜けた所属選手。それなんで抜けるんですか、出ていくんですかね。だからその藤原組のスポンサーがもういらないと言ったわけですよ、はい、いらないって若手の選手ですか、はい、リストラにかけようとしたわけです。でそれに反発したわけです、ね、反発って何、反発、リストラを提示された人たちが、うんうんうん、まあ、じゃあだったら自分たちでやると、まあ、はいはい、選手とスポンサーがちょっと反発した、はいはい、そういうことでしょうね。なるほど、うん、で格闘技団体所属選手っていうのは、石川祐希、石川、それからまあ実質的な運営と言ってもいいでしょう、レフリーの島田裕二、はいはい、でそして、ここから後がスラッと出てこないのがもう困ってしまいます、ね、アレック選手、田中実、薄田選手、すごいですね、池田、あ、すごい、池田大輔、日高行くと、はい、小野武、モハメド・ヨネ今汚いな、岡本魂、大場高弘、旧アングルサクソン大場、薄田勝美、完璧見てます、ね、薄田って言いました、はい、あと船木翔一、あ、ショーン船木WWE に行ったですね、はい、で初期には、うん、石川祐希、うん、それから今言った島田裕二、うん、池田大輔、はい、田中実、はい、日高幾人、うん、小野武史、うん、モハメド・ヨネ、うん、でアレクサンダー大塚、うん、薄田勝美、この辺りでしょうね、うん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 、ほぼほぼ、はいはいはい、そんな感じだと思います。で格闘探偵団バトラーズという命名で、うんうん、まあ、元はその漫画で一二の三四郎ってあったのご存知ですか、はいはい、一二の三四郎の小林誠さん、作者である小林誠さんが格闘探偵団という漫画を書いてたんですよね。で多分そこから撮ったんだと思うんですけれども、
基本格闘技とかプロレスって、うん、梶原一騎さんをはじめとして、うん、劇画で描かれてることが多かったんですけれども、うんうんうん、小林誠さんの一人の三四郎は漫画の手法でプロレスを描いていった第一人者なわけですね。でそのいわゆる漫画チックな世界観を現実の世界に落とし込もうとしたのがこのバトラーズという団体ですね。で当初は旗揚げ当初はね確か格闘喧嘩プロレスみたいなものを旗印にして、ボコボコの芝木合みたいなイメージの試合をしていましたね。はい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 。逆にタムちゃん的には格闘探偵団、探偵団バトラーズというのは当時どう見てましたか。はい、ね選手はリング作りとか、はいはいはい、試合後の片付けとか、うん、はいはい、グッズ販売とかね、してますよね、はい、すね販売とか、割と本当選手もスタッフもこう同じ目線っていうか、だから選手がそのリングを設営したりっていうのが、はい、あ偉い偉いなと、うん、まあ、当時としては割とこう画期的というか、うん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 、ね、UWF というとレーザー光線があったり、はい、特攻があったりすごく華やかな世界で、はい、うんうん、もう選手とフロントとはもうきっぱりと分かれてた、そうそうですね、イメージがありますけれども、はい、だから UWF の時代はリングを設営するの、うん、リング屋さんっていう、はいはいはい、もう所属専属か、うん、専属をリングを組み立てて試合後に解体して持って帰る、はいはい、リング屋さんでいいです、はい、だから選手はそこで試合をして、うん、もう何もしなくて、うん、だから試合と練習に専念できる環境が、はい、UWF 系にはあったわけですよね、はい、でただここで石川祐希以下12人の選手が、うん、旗揚げをしたと。12人、12人って今どこから出てきたんですかね。もしかしたら記憶違いかもしれない、はいはいはい、12月に旗揚げしたというその12を勘違いして12名と言ってしまったのかもしれないんですけど、まあそれはちょっとおかしていただいて、若手選手中心に、当時の若手選手中心に作った団体なので、もうとにかく何でもやると、金井選手工業じゃないですけど、何でもやらないと食っていけない、生きていけないと、そういう発想のもとにできた団体だったと思うんですね。大きなスポンサーもいないでしょうし、とにかく経費も節約できるところは節約して、うん、はい、スタッフも、自分たちでできることは自分たちでやってという、うんうん、だから今のその下手するとこうネット社会の走りみたいな、なんていうんですかね、何でも自分たちでこうやってしまうと、うん、YouTube じゃないですけれども、うん、できることは全部自分たちでやるというプロレス団体の走りといえば走りですね、はい、まあ、これ、うん、インディーとかも当時ありましたから、インディー団体、インディー団体、はい、からそういう発想を受けたのかもしれないですけどね、バトラーズ自体が。ああ、でもバトラーズのその独特の、うん、もう商売ったら変な言い方ですけど、独特のやり方はありありましたね。ありましたよ、うん、その生命力というか、はい、うん、エネルギーというかで、うん、ちょっとねさっき僕聞きたかったの、何を聞くかわ忘れちゃったんですよね。それ喋りかけた僕が悪いってことですね。わ、はい、かりました。何も言いません。何も言えねえ。何も言えねえ。ね、なんだっけな。そんなにすぐ忘れるもんですか。うん、いや、こう聞いて待って待って待ってるとどっかポーンって飛んじゃうんですね。なるほど。何のことですか。あ、その当時はまだ、2021年、まあモハメド・ヨネ選手とか、はい、田中実選手とかが、はい、まあ現在プロレス界で、まあ他にバトラー所属の選手活躍されてると思うんですけど、今、はい、思いつくのが僕はその2人なんですけど、うん、割とこの当時は1997年っていうのはもう米選手も田中美濃選手もまだまだ全然若手の、うん、本当若い選手の集まりで、そうですね、はいはい、まあ、ヤングボーイの集まりですよ、うん、本当にヤングボーイですね、だから中堅にも行かないぐらいの、ね、そう、まず一つはそれが衝撃的でしたよね、うん、その選手たちが集まって団体を起こしてしまうという、うんうんうん、しかもそのいわゆるインディーの、うん、派閥の一つでもなく、うん、UK からそういう団体が出てきた、うんうんうん、大きくくくると UK ですよね、うん、そうですね、うん、はい、血をついてますから、うん、そうですね、うん、はい、いいですか、僕3つ言いたいことがある、はい、今書きました、はい、まず僕が覚えてるのは道場があるじゃないですか、うん、はい、アトラズの道場が越谷ですかね、越谷、は
はい、で越谷の倉庫一室を借りて、はい、リングを置いてマットを置いて、はい、でその道場の施設を開放すると、うん、一般事務生に開放する、はい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 、だから道場プロレスの道場で、まあ、プロレスなのか格闘技なのか分かりませんけど、まあ、そういう教室的なのを、うんうんだからジムですよね、はいはい、バトラーズジムをオープンさせる、はいはい、これね本当僕覚えて1997年ぐらいだったと思うんですね、うんうんうん、ありましたねありました、はい、でもう一つは、寮合宿所寮が、うん、普通、まあ、プロレス団体の合宿所とか寮とかっていうのは、まあ、住み込みをしてで食住か食住は保証されるのが、まあ、メジャー団体だったんですけど、バトラーズのこの時代からは、寮、ワンルームの、寮の8部屋ぐらいあるワンルームを一回借りたか、借りてるんですよ。うんうんうん、で、それを貸し出すと。うん、伝わりますかね？アパート。アパートです。を1棟で借りて。はい、バトラーズがアパート1棟で借りて、はい、それを合宿所で入れますよと、うん、ただし、食住お金違う食住は保証されて6万円ぐらい払うの8万ぐらい払う、うん、システムさすがよく覚えてますね覚えてますなんとなくですね覚える観点がやっぱり違いますねうんでもう一つはあそれです道場とジムと寮あはははなるほどだから非常に効率がいいそういうあの斬新なそうですねだから、うん、スーパースターがいない団体なので、はい、ヤングボーイの集まりですからね、うん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 、まあそんないろいろこう戦略を立てながら、うん、こう地道に節約しながらやっていくと、うんはい、でリングスの、うんリング設営とか、うん、そういったこともやってたんですよ。ああ、そうですね、はいはいはい。リング屋さんとしても仕事をしていた。うんうんうん、まあ、後々それが火種になって、リングスとバトラーズが喧嘩別れすることになるわけですけれども。ねはい、まあ、多角経営と言いますか。うん、そうですね、多角経営ですね。うんうん、あのね、今思い出しますけどね、これちょっと会員さん分に、この道場を一般ジムに開放して、はいはいシャワー入るのに100円とか取ってるっていうのをその時僕あのこれ確かな情報じゃないんですけど、はいはいはい、なぜ僕がそれを知ったかと僕一回田中美濃選手と練習をするために越谷のそのバトラーのジムに行ってる、うん、であそれ なんで行ったんですかバトラーズのジムそれは田中美濃選手がリングスにその出場する、はいはいはい、で僕がそのでコーチ役練習相手的な感じで、はい、行かせていただきましたそれは田中選手から頼まれたんですか島田さんじゃなかったかなあ島田裕二さんはリングスのレフリーもやってましたよ、ね、そうですね本当はリングスとも結構密接な関係があったんですよねうん、そうですね、うんはい、だからバトラーズもこうプロレスもできるしそういう格闘技、うんええ、強さを売りにする格闘技もできるし、ええ、そういう格闘プロレスも、ええ、ふざけたこともできるし、はい、ギャグもできるし、ね、そう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 割と本当に漫画的な世界観を現実としてこう立ち上らせていく、うんうん、器用なね選手が、はい、でちょっと話、はい、まだ忘れちゃうので、ね、で僕が行って、ちゃんこをごちそうになってる時に、練習終わってですね、練習終わって、おのおの選手とこうちゃんこを食べてる時に、なんかシャワー100円、なんたらかんたらっていうのを耳にして、で、その情報が僕の脳裏に残ってるということで。さすがお金のことに関しては記憶力がいいですね。まあ、お金は好きですか嫌いじゃないんで、まあ、世が世なら銭ゲバ T シャツあのねちょっと待ってくださいその路線やめてくれませんか僕ねちょっとあの今までね、いやこれねこの YouTube 流してる、はい、この僕のキャラ設定もあるんですよあそうなんですか、うん、だからどういうキャラなんですかちなみに
いや、もう少し真面目に話をしようかな、と、毎回思うんです。はい。だけど、なんか、ちゃちゃ入れられるから。僕のせいですかそうかな、ちゃちゃ入れられるから、なんか、崩れちゃうんですよ、ね。そうなんですか。うん、じゃあもう、クソ真面目にやりましょう。いや、クソ真面目すぎるとあんまり良くない。どっちなんですか、はい、じゃあ、話戻りましょうか。ええ、で、アレックス、バトラーズがそんな団体で、これ、アレク選手が、97年5月、うん、当時のアレクサンダー大塚選手は、はい、そのまだ団体としても日の浅いバトラーズの中で、うんうん、はい、ようやくこうちょっと頭角を表してくるような、うんうん、ようやくというか、うん、一気に頭角を表してきたっていう、そうなんですか、97年の5月というと、当時、ですね、まあ、うん、一応エース格として石川祐希選手がいて、その次ナンバー2として池田大輔選手がいて、はい、で、うん、その池田大輔選手とチームを組んでたのが小野武史選手とかがいる中で、うん、そういった、先輩たちを連覇してる時期なんですね、うん、連勝してる時期、ははは、プロレス、はい、バトラーズの中で、はい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 、で注目を浴びるようになってきて、うん、この今神プロナンバー4、うん、じゃない、このアレクのインタビューが97年5月ですけども、はいはい、4月22日にはリングスのリングにも登場してるんです。あ、そうなんですか、で誰ですか、クリストファー・ヘイズマンとやって、はあ、まあ、大阪府立でしたかね、はあ、4月22日、はい、で目尻を切って、うん、でレフリーストップかな、ドクターストップかな、試合が止められちゃうんです。あ、これか、はいはいはい、目尻を切って、はいはいはい、でもそこで運営本部に向かってなんで止めるんだ、うん、でもあのおとなしいアレクがめちゃくちゃ切れたという、はい、切れまくってまだ、はい、まだできると、うん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 、全然ダメージはない、やらせろみたいな、はい、うん、こんなに普段おとなしいアレクがこんなに荒れ狂うことがあるんだという、うん、あれ荒れるサンダーになったわけです。荒れ狂うサンダー。はい。荒れ狂うが大塚。はい。アレクサンダー大塚が荒れるサンダー大塚になったという、うんうん、まあ、ごくごく一部の人が覚えてる伝説になったというですね。リングス出場のエピソードがあるんですね。まあ、興奮してたのもあるんですよね、うん。で、まだまだできると。だから、ね、バトラーズの選手って、ええ、ここね、やっぱプロ根性ありますよね。そう、プロ根性プラス精神的にもね、うん、たくましいんですよ。いや、そうです、打たれ強いというか、うんうん、こう保育器の中で育てられてないというか、うんうんうん、雑菌だらけの野原で育ったというような雑草魂イメージですよね。もともとアレク選手はレスリングの下地があって、うんうん、で、まあ、空手の大会に出たりとかですね、うん、大道塾のアマチュアの大会に出たりとか、へ、うん、結構バトラーズ自体がこういろんな格闘技の大会に出たり、畑違いの格闘技の打撃の大会に出たりとかですね、うんうんうん、まあ、無謀なチャレンジスピリッツを持っているという面もあったんですよね、うんうんうん、でそういうところもその格闘探偵団という、はい、名称にフィードバックされていくわけですけども、とにかく探偵団関係なくないですか、格闘を探偵していくというあ、そういうことですか、探偵団として格闘技界を渡っていくと、いろんな格闘技の垣根を壊していくみたいなことがあったんじゃないですかね、うんうん、志としては、うん、徳島出身なんですね、徳島出身なんです、うん、ちなみに71年生まれです。だからタムちゃんより3つ下ですか、2つ下ですか、はい、あ、2つ下ですか、はい、なんか全然若い。もともとアレクサンダー大塚は94年に藤原組に正式入団してるんですね。94年っていうと TK がリングスに入門した時ですから、選手キャリアとしては TK と一緒っていうことですよね、うんうん、あ、なるほど、うん、はははで、これは、あ、まだあります、大丈夫ですか、もうなんか喋り、あ、ですから同年8月、うん、94年8月に米山聡、はい、まあ、いわゆるモハメド・ヨネですね、はい、モハメド・ヨネ戦でデビューをしたと、うんうんうん、で得意技はアマレスの経験を生かした各種スープレックスだとか、うん、まあ、ジャイアントスイング、はい、でスキンヘッド、まあ、スキンヘッドは技の名前じゃないですね、うん、見た目ですね、でダンマリとかアワベンとかですね、うんうん、そういう得意技を持つと、うんうんうん、で、いわゆる団体行動が苦手でずっとこう単独行動をするちょっと変わったタイプの選手ということ で、
インタビューをされたってことですか、はい、頭角を現してきたアレク選手の実態を探ろうということでこのインタビューが計画されたと、うん、いうことを聞き及んでます。でも大変ちょっとアレク、まだこのアレクサンダー大塚選手は全然世に出てない選手のイメージのこれですね、はい、まあこの後、はい、プライド、プライド4で、はい、高田ヒクソンの2戦目が行われた98年10月の東京ドームで、うん、マルコ・ファスというローマの柔術家を破る、はいはい、大金星を挙げることになるんですけども、うんうんうん、そこから1年半前のことですね。ほほほほ、でこれ なぜアレクなんですか。これ神プロさん1234566ページも枠を取ってますけど、うん、97年の神プロは割とこう若手で、うん、これから頭角を現してくるだろうという選手に結構インタビューしてるんですよね、うん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 、そのうちの一人という位置づけですよね。うん、桜庭選手のインタビューも、うん、まだ桜庭選手が頭角を現す前にやってますし、うんうん、だから割とこう有形の、うん、会場には取材に行って、うん、試合をつぶさに見ていたという、ことを聞き及んでます。まあ多分そのそれだけじゃあんまりインタビューしようと思わないと思うんですね。これね、ちなみにインタビュアーはね、はい、上黒編集長なんですよ。あ、そうなんですか。うん、編集長がもう直々にってなると、うん、僕はなぜなのかなっていうすごく疑問なんです。だガンツとか、誰だ、名前出てこない。チョロ、はい、ガンズチョロとかいるじゃないですか。うん、ちょっとアレクには申し訳ないですけど、ガンツとかチョロとかでもいいようなインタビューじゃないですか。うん、これはアレクが、うん、近々化けるんじゃないかということに目をつけたんだと思いますよ。表向きはですね。あとそのちょっと変人めいたところだったりとか、あと新しい時代の流れとして、例えば、プロレスラーっていうのは豪快で、酒飲みで、でなおかつなんて金遣いも荒くて酔い越しの金は持たないみたいなイメージがまだちょっと残ってる時代じゃないですか。でもアレクはなんかおもちゃが好きだったりとか、キョロちゃん集めが好きだったりとかですね、ロックは全く聞かない、ロック系は聞かずに竹内まりやが好きだとかですね、なんかそういったすごくちっちゃいこうしみじみたことをしか発言しないんですよ。いよいよこういうプロレスラーが出てきたのかっていう、ある種ちょっと時代の変化を感じさせる存在でもあったんですよね。あともう一つは神プロ編集部の、まあ、今ちょっと離婚されちゃったんで名前はあえて出しましたけど、神プロ編集部の編集者と、結婚されるんですよね。結婚することになるわけですよ。ほうほうほう、でなんか知らないけど神プロ編集部にもちょこちょこ遊びに来てたというですね、アレクが、はい、アレク選手が、はい、っていうような流れもあったと聞き及んでますけどね。ここにも出てますね、好きなインタビュアーが好きな、あ、インタビュアー編集長、はい、好きなアイドルはと、でアレク選手が好きなアイドルは今別にいないと、のものもぐらいですよね。でそののものもっていう方が神プロ編集長の方なんですか。そうです、編集長、編集長、そうです、編集長、編集部に、編集部にいる方、はい、編集部員ですね。これは僕名前伏せたのに名前言っちゃいましたね。だってこれ実名っていうか、のものも、まあいいです、いいです、そこはいいです、あだ名でしょこれ、あだ名ですね、はい、ダメですかこれ。いや、いいです、いいです、いや、カットします。だから僕離婚したので、一応気を使って名前は言わなかったんですけど、ものの見事にすぐ名前を出していただいて、あ、これじゃあカットします。いや全然いいです、これはと思いますそこはもう、のものもって僕もこの業界言いながら、のものも、のものもって誰のものもって言いにくいし、のものもって何っていう。もうそこまで連呼しちゃってるので、言いますけど、はい、のものもってうちののものも、うん、と神プロ編集長が聞くと、ムハーッと微笑してるんですね。で、編集長が変わった趣味ですね、突っ込んでますけど。じゃあ、はい、いい、いいっす、いいっす。じゃあ、のものもさんっていうのはどういう方なんですか、印象。
ットは。いや、これも変わった女の子でしたね、当時。ああ、じゃあもう一言、それで終わっときましょうか。すごいね、センスのある、変わった子ですね、うん、一言で言うと。へえ。現場には出てたんですか、ここのインタビュー。出てます、このインタビューで、はい、アレクが、はい、のものもぐらいですねって言った後に、うん、編集長が変わった趣味ですねと突っ込むと、うんうんうん、アレク選手が、たまたま今そこにいたから行ってみただけなんですけど、って言ってるんですよね。だから現場ではのものもがいたわけですよ。わ、うん、かりました。じゃあ、はい、ちょっと話の角度を変えまして、ここの心理を読みませんか。アレク選手がどういう思いで。めちゃくちゃなんか楽しそうですね。うん、だって、のものもっていう言葉を出して、はい、その後に、いや、たまたまそこにいたから言ってみただけなんですけど、はいはい、これどう思われますか。当時は、うん、おそらく冗談で言ってるのだろうなと、うん、その紙プロ編集長は感じたはずなんですけど、うんうんうん、まあ、ごく近い将来に結婚することになるわけですから、うんうんうん、この時からやっぱり気があったということなんですよね、うんうんうん、普通に読むと。そうです、まあ、この後 その進展具合は僕らも知らないですよね。知ってますか。私は紙プロウォッチャーなので詳しいです、ね、あ、じゃあ言える範囲で。言えないです。言えないですよね。でもじゃあこの現場に野茂野茂さんがいて、ええ、でアレク選手もインタビューしてて、はい、好きなアイドルは別にいないと、うん、その海民プロ編集部の人を捕まえて野茂野茂ぐらいですねっていう告、うん、まあある意味告ってるようなもんですよね、うんうんうん、今考えるとですね、はいはい、でたまたまそこにいたから多分ねアレク選手はねテレ屋さんですね。ああ、まあテレ屋さんですね。確かに。あ、テレ屋さんですか。はい、テレ屋さん。はい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 、うん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 、この後、今後、そう、二人が、どのように連絡先交換して、デートとか。もう24年前のことですから、うん、もう、そこは推測しても仕方ないんじゃないですかね。うん、興味ありますか、ね、うん、あります。僕はね、一回、誰か間に入ってるんです。ほうほうほう。間に入って、多分ね、3人とか4人とかで、ね、飯に行ってるんです。二人きりじゃまず行かないです。あ、一番最初。はい、行かないです。ほんと、のものもさんももしかしたら女性の方なんで、テレアさんだったかもしれませんし、はいはいはい、アレクも僕がこの文章を活字だけ見ると、うん、テレアさんなんですよ。だから一回目の食事は、複数4人ぐらいで行ってますね。どんな推理なんですか、それ。もともとでも、こののものもさんというのは、うん、紙プロに入ったのは96年。の暮れ近くですから、まだまだ日は浅いんですよ、うん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 、この時点では。はいはいはい、はい。でもともとファンとして、うん、ビトラーズとかを見ていたっていう経緯もあるんですね。うんうんうん、でもアレック選手のファンだっていうのは一回も聞いたことがないんですよね。と聞き及んでます。ちなみに誰が好きだったんですか。池田大輔選手。野茂野茂選手。野茂野茂。野茂選手ってどの選手ですか。野茂野茂さんは、池田大輔選手。が好きだとかっていうのを聞き及んでますけどね。当時ですよ。はいはいはい。97年、96年とかそれぐらいの話です。うんうんうん、ねえ、だから、まあ、アレックみたいなキャラクター、ちょっと変わった、うんうん、それまでのプロレスラー像を、こう、一皮剥がしたような、うん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 、ちょっとこう、単独行動が好きで、うん、おもちゃ集めが好きで、うんまあ、どちらかというと、ちょっとオタク系、オタクでもないな、うんうんうんオタクともちょっと違うんですけど。なるほど。で、バトラーズの選手、も礼儀正しいですもんね。あ、そうですか。ちゃんと上下関係して、うん、はいはいはい。まあ、そこは藤原組を経由してるから、はいはい、だと思いますけどね。非常に漫画チックですけど、うん、その漫画チックなことをどんどん現実として、うん実現していく、うん。そういったエネルギーみたいのは感じましたよね、当時。うんはあ、わかりました。これ、いや、もうそろそろ締めます。はい。なぜだか、すごい盛り上がりましたね。そうですか。はい。藤浪長州みたいな、名勝負風歌的な感じで、こう、試合運びが。あ、本当ですか？うん、トークという試合運びが。おだって、これまだ一行。インタビューは全く触れてないです、ねうん。触れてないのに。ほとんど。バトラーズ、
アレクサンダー、ほとんどフリートークで、うん、何分だ今。もう30分です。え?30分。もうそんな言ってます？はい、30分言ってますね。もうとっととやめましょう。わかりました。じゃあ、第1話目ですね。アレク選手の第1話目をこれで終わりにしまして、うん、これ何話まで続くかな。まあ、とりあえず、はい、終わりましょう。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。30